アスピア赤市アスピア赤市は、兵庫県赤市東中の町にある再開発ビルである。2001年11月29日に商業施設部分が開業した。赤市,市の中心市街地の町並みの整備と、その活性化を図ることを主な目的として施行された、東中の町地区市街地再開発事業によって建設された。 しかし、開業前年の2000年12月になってからも募集を行うなど、テナント招致に苦戦した。また、公共施設も入居しているが、近隣で進められている、赤石駅前南地区再開発事業で建設される、再開発ビルの商業、公共施設旨に、赤石子ども図書館や赤石子育て支援センターなどは、移転する計画となっている。北立、南館、東館があり、 仮想階は商業店舗、中層階は駐車場、駐輪場、上層階は居住区になっている。商業施設部分の延べ床面積は21,613平方メートルに90店舗、立体駐車場部分の延べ床面積が25,586平方メートルに680台が駐車可能となっている。店舗部分は地上3階から地下1階のみである。 駐車場などの運営は、赤市地域振興開発株式会社である。商業店舗の運営は、東京建物株式会社グループの株式会社プライムプレイスである。AB、赤市市の赤市駅前再開発ビル、アスピアのテナント募集中兵庫県赤市市。大半特報。AB、赤市東中の町内11月29日大型、SC アスピア、赤市オープンへ。 兵庫県赤市市、大半特報。ABCD アスピア、赤市会社概要、プライムプレイス受託物件アスピア赤市、ABC 新海マリ、赤市立図書館移転後は、書庫などに利用。神戸新聞アスピア赤市フロアガイドアーカイブド2014年10月18日、アットザウェイバックマシン、新海マリ、赤市市、54事業を廃止、見直し財源不足へ対応。 神戸新聞障害学習センターアーカイブド2014年10月17日アットザウェイバックマシンありがとうございます